京阪神地域におけるルート図。赤線が阪神高速。北側からの遠望、新油の工事通りから大きくカーブし、東海山トンネル方面へつながっている。左手のループは鴨川西、出入り口。城南宮、北出入り口付近。右奥には京セラの本社ビルが見える。阪神高速8号京都線は、かつて、 京都府京都市に存在した阪神高速道路の路線。2019年4月1日に、鴨川東 ICE 制が、西日本高速道路に移管され、第二京阪道路へ編入、山品出入り口鴨川東 ICE の間は、京都市へ移管され、無料開放となった。東海山トンネル、京都市初の都市高速道路であり、全線開通した2011年3月時点では、 京都市唯一であった。地域高規格道路の計画路線、京都高速道路に指定されている。開通によって、国道1号が南北に走る京阪国道の南区、伏見区周辺での渋滞解消、低減が確認されている。本路線の正式名称は、京都市道高速道路1号線及び、京都市道高速道路2号線が付与されており、道路法上は市道である。 路線故障とトンネル及び各出入口の名称は2007年8月28日に決定された。京都市道高速道路1号線京都市山し区、西の山桜の馬場町から同市伏見区、深草西川原町に至る延長 2.8km の区間。基本計画の路線名は新十条2であった。京都市道高速道路2号線京都市伏見区深草。 西川原町から道区向島大国に至る延長 7.3km の区間。基本計画の路線名は油の工事線であるが2008年に共用を開始したに区間を接続する鴨川東出入り口から上戸場出入り口の 1.9km は油の工事線車世橋区間として事業された。この路線は阪神地区の他の路線とは直接接続しておらず、 料金設定においても独立した区間となっていた。なお、それぞれの阪神高速道路を利用して、両地区を往来する場合は、他の有料道路、または一般国道などを経由することとなっていた。上戸ばで入り口付近から分岐する計画だった、京都高速道路久世橋線からは、さらに地域港、企画道路港、ホ路線系半連絡道路として、大阪の阪神高速5号湾岸線。 中島 PA 付近までつなげる構想もあった。近畿県の高速道路料金体系の整理、統一とネットワーク整備の観点から、国土交通省が2016年12月に公表した近畿県の新たな高速道路料金に関する具体方針で、鴨川東で入り口台に京阪道路接続部間を西日本高速道路へ移管し、 第二京阪道路等との一元的管理とするとともに、山品で入り口鴨川東で入り口間は、京都市へ移管し無料開放する方針が示された。この方針に基づき、2017年3月31日に、日本高速道路保有、債務返済機構と阪神高速道路、西日本高速道路との間の協定が変更され、 阪神高速道路8号京都線としての営業は2019年3月31日で終了し翌4月1日から油の工事線の区間は西日本高速道路の油の工事線として営業を開始する一方で新十条通りの区間は本来の道路管理者である京都市へ移管され無料開放されることが確定した油の工事線は既存の第二京半道路へ 編入され、移管後は、第二京半道路の一部として一元的に管理される、ことになった。また、管理移管に伴い、油の工事線の区間の正式名称は、京都市道高速道路2号線から、一般国道1号油の工事線に変更された。出入り口番号欄の背景色がである部分については、道路が共用開始済みの区間を示している。また、 施設名欄の背景色画である部分は、施設が共用開始されていない、または完成していないことを示す。なお、未開通区間の名称は過小である。なお、第二京阪道路に編入されたものの、編入区間の出入り口番号は、阪神高速8号京都線時代のものを引き継いでいる。ただし、編入区間の出入り口故障については、旧阪神高速8号京都線時代は、 他の阪神高速に習って、出入り口と称していたが、第2京阪道路編入時に、元来からの第2京阪道路同様に、インターチェンジが正式な故障となった。2008年1月19日に上戸場出入り口から第2京阪道路接続部までの区間が、同年6月1日に山品出入り口から鴨川東出入り口までの区間が、それぞれ供用を開始した。 後の2011年3月27日に残る鴨川東出入口から上戸場出入口までの区間が共用開始され全線が開通した24時間交通量道路交通センサスより一部データを抜粋して作成ありがとうございます